上皮性、ナトリウムチャンネル、またはアミロライド感受性ナトリウムチャンネルは膜に結合したイオンチャネルでナトリウムイオンを選択的に透過させる。イナックは3つの相動なサブユニット、アルファー、ベータ、ガンマから構成されるヘテロ酸両体である。これらのサブユニットは4つの遺伝子、SCNN1A、SCNN1 バイト、SCNN1G。 SCNN1D にコードされている。イナックは、主に腎臓のネフロンの集合管でのナトリウムイオンの再吸収に関与している。多くの密着した上皮細胞の超端膜には、利尿作用のある遮断薬アミロライドに対する高い、神話性で特徴付けられるナトリウムチャンネルが存在している。これらのチャネルは、体の塩分と水分の向上性の維持に必須となる、 濃度的なナトリウムの再吸収の最初の段階を媒介する。脊椎動物では、このチャンネルは、腎臓、血腸、肺、感染で、ナトリウムの再吸収を制御しており、また味覚にも関与している。イナックは、ATP を検知した際に活性化される、通覚受容体、PNEX 受容体と、構造的、そしておそらく進化的にも関係している。イナックは、 極性のある上皮細胞の超単膜の位置しており、特に腎臓、肺、皮膚、生殖器、血腸に位置している。イナックは、エンイネフロン、循環器と生殖器、外分泌腺の上皮細胞において、超単膜を超えた NBA の再吸収を促進する。NA の濃度は、細胞外液の浸透圧の主要な決定因子である。ため、NA 濃度の変化は、体液の移動に影響を与え、 したがって、体液の体積と血圧に影響を与える。血腸と腎臓における、イナックの活性は、硬質コルチコイドのアルドステロンによって調節される。イナックはトリアムデレン、またはアミロライドによって遮断され、これらは、医療的には、利尿薬として機能する。腎臓では、辛暴性ナトリウム利尿ペプチドによって阻害され、ナトリウム利尿と利尿が引き起こされる。イナックは、 脳において血圧の調節に重要な役割を果たす。バソプレシンニューロンは神経内分泌の調節と神経関係の向上性の維持のための自律神経応答に主要な役割を果たす。高い食塩摂取量はイナックの発現と活性の増大を引き起こし、VP ニューロンの定常状態での脱分極を引き起こす。これは 食事での食塩摂取がイナックの活性を介して、VP ニューロンの活性に影響を与える機構の一つである。脳のイナックは食事中のナトリウムに対する血圧、応答にも関与している。高解像度の免疫系抗染色を利用した研究では、イナックは、気道と女性器の多線毛細胞の表面を覆う、線毛の前兆にわたって位置していることが明らかにされている。 これら運動性専門を有する上皮細胞では、イナックは専門周囲液の浸透圧の調節因子として機能し、その機能は体液を専門の運動性に必要な深さに維持しておくために必須である。専門の運動は、軌道では粘膜専門クリアランスに必須であり、助成器では乱母細胞の移動に必須である。イナックとは対照的に塩化物イオンの輸送を調節する。 CFTR は専門上には見られない。これらの知見は、イナックが CFTR との直接的な相互作用によってダウンレギュレーションされるという以前の仮説とは矛盾するものである。脳法生成異症の患者では、CFTR はイナックをダウンレギュレーションすることができないため、肺での過剰吸収と再発性の肺感染症が引き起こされる。 イナックはリガンド依存性イオンチャネールである可能性が示唆されている。皮膚の表皮層ではイナックは核化細胞、皮脂腺、平らなめ筋細胞で発現している。これらの細胞ではイナックは主に細胞質に位置している。エクリン腺ではイナックは主に肝肝の内空に面した腸端膜に位置している。肝肝でのイナックの主要な機能は 汗として分泌された NA の再吸収である。全身性にせせ低アルドステロン症 I 型を引き起こすイナックの変異を有する患者では、特に暑い気候で大量の NA が失われる。また、イナックは味覚受容器にも見つかり、塩味の近くに重要な役割を果たす。月肢類では、塩味は事実上完全にイナックによって媒介されている一方、人では、 その重要性は低いようであり、約20%がイナックによるものとされる。イナックは NA と LI プラスを透過させるが、K、CS、RB はほとんど透過性を持たないことが研究によって示されている。サブユニットの配置を示した図、イナックは α、β、γ の3つの異なるサブユニットから構成される。3つのサブユニットべてが膜での組み立てと機能的な。 チャネル機能に必須である。各サブユニットの C 末端には、プキシーモチーフが存在し、ベータ、またはガンマサブユニットのいずれかのモチーフに、変異や欠質が生じると、常染色体優先遺伝型の高血圧が生じる、リドル症候群が引き起こされる。イナックのクライオ電検構造は、同じファミリーに属する3、感受性イオンチャネル ASIC1 のようなヘテロ3、 両体のチャンネル構造であることを示している。各サブユニットは2本の膜貫通ヘリックスと細胞外ループから構成される。3つのポリペプチドの N 末端と C 末端は全て細胞質に位置している。ASIC1 の結晶構造と V 特異的変異導入による研究はイナックのイオンチャネルは3つのサブユニット間の中心対象軸に沿って存在することを示唆している。 構造的には、このファミリーに属する、タンパク質は510から920アミノ酸残器で構成される。細胞内の N 末端領域、膜貫通ドメイン、大きな細胞外ループ、2番目の膜貫通ドメイン、C 末端の細胞内テールという構成をしている。3つのサブユニットに加えて、4番目のデルタサブユニットが存在する。デルタサブユニットは、 アルファサブユニットとかなり配列がある維持しており、ベータ、ガンマサブユニットと共に機能的な4チャンネルを形成する。このような、デルタベータガンマイナックは、水臓、清掃、肺、卵巣に存在する。その機能は不明である。イナックファミリーのメンバーは4つのサブファミリーに分類される。タンパク質は、大きな細胞外ループで隔てられた2つの膜、貫通セグメントという、 同じトポロジーを示す。これまで研究されてきたイナックの大部分で細胞外ドメインは高度に保存されており、C 末端側の両親倍性膜貫通領域に近接して多数のシステイン残機を含んでいる。これらはオリゴマーからなるチャネルタンパク質の浸水性ポアの形成に寄与すると想定されている。保存性の高い細胞外ドメインは チャネルの活性を制御する需要体として機能していると考えられている。脊椎動物の上皮細胞のイナックタンパク質は系統樹において互いに密接にクラスタリングする。脳では、電位悲観樹性のイナックのホモログも見つかっている。線中シンオラブデュテスエレガンズでは、脊椎動物のタンパク質と遠い関係にある多くのタンパク質がシーケンシングされている。 脊椎動物のイナックタンパク質は C エレガンズのデゲネリンと類似している。これらのタンパク質はナトリウムチャンネルを形成していると考えられており、その変異は神経変成を引き起こす。イナックファミリーはイナック P2X スーパーファミリーに属する。イナックと P2X 受容体は同様の三次元構造を持ち、相当である。 イナックの3つサブユニットをコードする3つの遺伝子の配列は大きく異なっているものの、エクソン・イントロン構造はコードに保存されている。3つのサブユニットとデルタサブユニットをコードする遺伝子は、それぞれ SCNN1A、SCNN1 バイト、SCNN1G、SCNN1D である AS。ASIC1、ASIC2、ASIC3。 ASIC4 という4つの関連したアミロライド感受性ナトリウムチャンネル遺伝子が存在する。チャンネル遮断薬アミロライドの構造、イナックは脳法性繊維症の病理に重要な CFTR と相互作用する。CFTR は塩化物イオンの輸送を担う膜貫通チャンネルで、このタンパク質の血管は脳法性繊維症を引き起こす。機能的な CFTR が存在しないときには、イナックはアップレギュレーションされる。軌道では、CFTR は塩化物イオンを分泌し、ナトリウムイオンと水を受動的に透過する。しかし、機能的な CFTR が存在しないときには、イナックはアップレギュレーションされ、ナトリウムイオンの再吸収によって、塩と水分の分泌をさらに低下させる。その結果、 脱水した熱い粘液が蓄積し、ガス交換が阻害され、細菌のクリアランスが行われにくくなる。一方で、CFTR のアップレギュレーションは、イナックの高活性を補正しない。おそらく肺の上皮組織での機能的なイオン、向上性の維持には、カリウムチャネル、アクアポリン、NA、KATPRZ などの他の相互作用因子が必要であると考えられる。感染では、 CFTR は、カンカン中の塩化物イオンの再吸収を担う。塩化物イオンの流れによって生じた電気化学勾配の結果、ナトリウムイオンは受動的にイナックを透過する。その結果、塩と水分の喪失は低下する。濃厚性繊維症のため塩化物イオンの流れが存在しない時には、ナトリウムイオンはイナックを通って流入せず、 塩と水分の喪失はより大きなものとなる。ベータ、ガンマサブユニットの機能獲得型変異は、リドル症候群と関係している。アミロライドとトリアムテレンは、上皮性、ナトリウムチャネル遮断薬として機能する、カリウム保持性利尿薬である。ありがとうございます。